どこにどう歯を入れるのか見定めます。一つのバイオリンができるまでおよそ3ヶ月、120ほどある工程の一つです。なんか余分なことを考えなくてもいいので楽は楽ですね、非常に。弦楽器職人の吉田明子さん、先月30日地元で工房を構えました。バイオリンを製作販売しながらメンテナンスを行います。この日はチェロの弓の修理、およそ150本の馬の毛でできた弓を張り替えるのですが、先にそのためのパーツを作ります。今のままだとこんな感じで全然ゆるゆるなんで、はい、これを、均一に、平らに固定するためですね。細かっ。あ、でもこれやり直す可能性もあるんで、全然。でも本当チェロなんですごいでかいですね、ピースは。これででかいです。これをぴったりはめて毛を平らに固定すると、1ミリ単位で音が変化するため慎重な作業が続きます。できるだけその弓にが、まあ、一番パフォーマンス的に良くなるようにはしたいなと思って貼ってるので、そのできるだけ音のなんか妨げになるような要素はないようにやってますね。この取材のきっかけとなった ABN のスタッフです、はい、彼は市民オーケストラに参加していて、チェロの演奏歴は49年です。生まれ変わりましたね。弓で一言で言っても木の使ってる木も違うし、太さも違うし、削り方や形も違うから、そういうなんていうの、特性をこう見極めてさ、一本一本貼るって結構気使って大変なことだと思うんだけど。吉田さんが初めてバイオリンに触れたのは6歳の頃、兄の影響で習い始め、高校ではオーケストラ部に入りました。職人の道に足を踏み入れたのは高校卒業後。大学に進学する生徒が多い中、弦楽器の専門学校を選びました。図工とか作るのが好きで、で、まあ、あの高校で進路とかっていうのをやっぱり考えたときに、大学に行ってる様子がどうしても想像できなくて、でその時にちょうどそのイタリアで楽器製作を勉強されてる方がなんかテレビとかでやってて、あ、そういう道があるんだと思って。都内の専門学校を卒業すると、バイオリンの故郷イタリアクレモナの製作学校の門を叩きます。まあ、言語はやっぱり大変でしたけど、すごい周りの方に恵まれたので、なんかイタリア語も通じなくても一生懸命伝えてくれたりだとか、あ、もう本当に恵まれて、はい、すくすくと元気に。6年半の修行を経て東京の楽器店に就職。それでも会社を辞めて長野に戻ってきたのには訳がありました。すごいすごい。長野市で弦楽器専門の工房を開いた吉田明子さん。吉田さんが6年前に制作した楽器のメンテナンス依頼が来ました。今ちょっとこう布の跡がついてるって分かりますかね。これをちょっと磨いてきれいにしていきます。楽器の状態によって変わる作業工程、今回は研磨剤を使って磨きます。
でこれ面白いですかね、どうなんだろう、なんかよくわかんない作業かなと。うん、はい、すいません、終わりです、うんうん、もう少しだけやります、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、ちょっと納得いくまで妥協できない性格、まさに職人です。イタリアでの修行後、都内の老舗バイオリン専門店文京楽器に就職した吉田さんは、修理・調整業務の傍ら楽器制作をしてきました。これまでに作ったバイオリンは24本。こちらはその最新のもので110万円で売れました。一つ一つの木工技術なんかはかなりレベルの高いものでした、もうすでに。やっぱバイオリン制作なんかも多分人、まあ、その男女比で言うと圧倒的に男性の方が多いんですよ。女性ならではの、このいわゆる細かいところまでこう繊細に、まあ、気づいてできる。彼女もそういう、まあ、才能を持ってる一人だというふうには思うんですよね。こんにちは。こんにちは。初めまして、吉田です。留学中の吉田さんが制作したバイオリンを購入し、修理を依頼していた長野市の山下さん。あれ、あれ、こちらです。ですね、すごい、化粧直しめなくてすごいすごい。こちら、こことあとここですかね。そう、そこのところ、はい、綺麗の。何度も磨き直していた部分です。あ、音とか大丈夫ですか。すごく音が出るかな。はい、ありがとうございます。びっくり。ついてあげると実は山下さん、一度辞めたバイオリンを退職後に再び始めました。辞めちゃえばそれまでのことが嫌いだったバイオリンをこんなに楽しめるようにね、させてくれたっていうのはやっぱり感謝かなって。あってなった時に、ここへ来れば何とかしてもらえるっていう場所が、ほら、前は東京に送ったりね、しなきゃだったので、もう本当にそれを思うとありがたいです。ありがとうございます。弦楽器専門の工房が県内、特に北信地域にはほとんどありません。吉田さんが長野に戻ってきた理由はそこにありました。その文京で働いててすごく思ったのは、やっぱりなんかこうメンテナンスだとかをやっぱり頻繁にお客さん来てくださるんですけど、なんかそういう意識すらあんまりな、ここで長野で弾いてる時になかったなと思って。でもそれって持っていけるところがなかったっていうのが多分一番のあれだったと思うんです。楽器は演奏者、指導者、そしてメンテナンスをする職人が一体となって初めて成り立つもの。まあ、私が手の届く範囲のその方々の役に立てればいいなと思ってます。ちなみにお休みの日何してるんでしょうか。私本当に趣味なくて、なんか趣味が制作みたいな感じなんですよ。なんでないんですよ。困ってるんです。なんかいいのあったら教えてください。本当に困ってるんですよ。てっきりご趣味はって聞いたら、自分の作ったバイオリンを弾くことですって。あ、もう全くないですね。全くないです。全くないです。申し訳ないです。全くないですね。全くないです。